木下げ加工とは、金属加工の一種であり、工作機械のベッドのような滑り移動を行う、金属平面の摩擦抵抗を減らす目的で、製造時の仕上げ工程で施される、微小なくぼみをつける加工である。物理調の精密測定に用いられる、ブロックゲージでは、二つのブロックの平面を密着させると、リンギングと呼ばれる現象により、互いに固着してしまい横に滑らそうとしても、 容易に動かずなかなか離れなくなることがある。これと同様、または近いことが、平面の平滑度が極端に高い機械装置の可動部で起きると、機能停止や性能の低下といった不具合となるため、このような平滑度の高い部品では、金属加工の仕上げ段階で特別な工夫が求められる。木下げ、加工左、木下げ加工のない平滑度の高い面右、 木下げ加工のある平なめ度の高い面左のように平滑度の高い面では潤滑油が入らないために固着や焼き付きが起きる。鏡面加工のように微細な研磨剤を用いた磨き加工を行えば面粗さを改善し平坦度を上げることは可能であり、可動部を持たない機械部品では仕上げ加工まで概ね自動機械で行える。しかし可動部を持つ機械部品では 平坦度が高まると二つの面の間に潤滑油が入らず、リンギング現象によって固着や焼き付きといった問題が生じるため、微細な潤滑油の供給源となる。油だまりを作るために人手による特別な加工が必要になり、それが木下げ加工である。木下げ加工では、平滑な動きを阻害しない範囲で、意図的に微小なくぼみ加工が施される。 木下げ加工と同様に平滑にした面に微小なくぼみをつける目的で行われる加工にある種のショットブラストがありまた微細なくぼみではなく最初から小さなくぼみを設けておくことも行われている木下げ加工には木下げと呼ばれる刃先が鈍角の専用ののみが用いられる木下げ加工の使用対象は以下のようなものがある ABC 吉田博美磨き加工 日刊工業新聞社、2012年1月24日、初版一冊発行、ISBN 9兆7845億2606万8157、133から137ページ。ありがとうございます。